キリストタッケーローマ、サンタマリアデッラ・コンソラチオーネ教会、マッティレイハイドータッテオ・ツッカリは、イタリアの画家。ローマのマニエリスム派の人気画家の一人。ツッカリは、無名の画家オッタビアーのツッカリの子として、ウルビーノ近郊のサンタンジェロ・インバードに生まれた。弟フェデリコ・ツッカリも、画家、建築家だった。14歳になった時には、ツッカリは、ローマに移っていて、早い時期に絵を覚え、 パトロンも見つけ、成功した。17歳の時には、コレッチョの弟子であったダニエーレ・ダ・パルマから、ソーラ近郊でアブルッツとの境界に位置するビットレイハイドの連作フレスコ画の助手の仕事を頼まれた。1548年にローマに戻ったツッカリはフレスコ画家としての仕事を始め、ヤコポ・マッティというリローマ人富豪の宮殿正面に、 マルクス・フリウス・カミルスの生涯を描いたモノクロームの連作フレスコ画を制作した。それでつっかりの成功は確かなものになり、ローマ教皇ユリウス3世、ローマ教皇パウルス4世、ウルビーンの公爵でダローベレ、他の富裕なパトロンに雇われた。ビラジュリアの装飾も、プロスペロー・フォンターナと一緒にやったと文献には書かれて、ある。1556年には、 サンタマリアデッラ・コンソラチオーネ教会のマッティレイハイドに受難の場面のフレスコ画を制作した。カール5世、フランソワ1世、アレッサンドロ・ファルネーゼのパリ入場ビラ・ファルネーゼ・ツッカリの最良のフレスコ画はアレッサンドロ・ファルネーゼ数奇教のために建てられたカプラローラのパラッツオ・ファルネーゼの壁、天井の歴史的連作画である。ツッカリはそこにジュリオ・ロマーノやラ・ファエロの弟子たちの スタイルに基づいて贅沢な化粧漆喰レリーフの装飾を多数デザインした。さらにつっかりはブラッチャーノのカステロ・オルシーニにアレクサンドロス3世の生涯の絵を描いた。つっかりの作品はほとんどがフレスコ画で規模は大きく、彩色はキアロスクールかモノクロームだった。仕事は迅速で作風は確実にマニエリスムだった。 フレスコ画ほど知られてはいないが、イーゼル画もある。昔は、ジェームズ2世のコレクションで、現在は、ハンプトンコート宮殿にある、羊飼いたちの崇拝の、赤葛色の、小さな絵がそうである。カプラローラのフレスコ画は、GG プレナーによって版画化され、イラストリファーティファー・ニナニー・カルリティネル、リアル・パラッツォ・ティ・カプラララとして出版された。ローマのサン・マルチェロ・あるコルソ教会には、 ツッカリは、イパウロの回収を描いた。ツッカリは1566年に、ローマで亡くなって、パンテオンのラファエロの墓に近いところに埋められた。ありがとうございます。